ってくれてありがとう。鍋庄商店は長浜市旭町の商店街にある醤油の製造販売店だ。いただいたありがとうメッセージ。私は生まれてからずっと鍋庄商店さんのお醤油です。母から受け継いだ味です。会ってくれてありがとう。あ、そうですか。地元の方ですかね。ありがとうございます。まあ、そういうふうに、まあ、買っていただく方もね、やっぱ代を引き継いでね、買っていただく方も結構ありますので。鍋庄商店は古くから醤油の製造を行い、店主の秀夫さんは5代目にあたる。醸造所には太い梁や樽、昔の名残が残る。絞るための柱には縄の跡が残る。この日、秀夫さんは火入れと呼ばれる最終工程を行っていた。縄も月、まあ、1回くらい行くしけて火入れするのはね、こうやって桶入れて1週間くらいは置きます。温度下がるのでね。今日もご近所の方が空き瓶を下げて、いつもながらの味を求めてやってくる。昔からここのおばあさんの時からずっと長いお付き合い、ずっと長いお付き合い、もう2代目ね、奥さんで。料理ですこれ、煮物とか、そして小鮎の佃煮とかね。やっぱ香りとね、味が違います。煮上がった時に息子や娘やもこのお醤油使ったのを楽しみに東京や大阪から帰ってきます。ね、スーパーでも見たこともある商品ですけどね、やっぱ私とこに買いに来ていただくお客さんもありますので、一番嬉しい。はい、ご近所のみならず、学校給食に採用され、地域の子どもたちに地元の味を伝えている。観光でにぎわう長浜、お醤油のいい香りに誘われて鍋庄商店ののれんをくぐる観光客も多い。どうぞね、お肉でもね、さっさと炒めてガーリック醤油にしたりとか。はい、どうぞ。ありがとうございます。待てる。あ、兵庫県は姫路市から来ました。観光で。そうです、はい、観光でプラプラ歩いていたらいい香りに誘われて寄らせていただきました。馴染みのお客も初めてのお客も心惹かれるお醤油。鍋庄商店、会ってくれてありがとう。